ラ井渓谷は、キルギス共和国を支柱南部のラ井山脈と、外ラ井山脈に挟まれた場所を、東から西へ流れる、幅が広く、乾燥した谷である。荒井谷、荒井峡谷とも言う。ラ井渓谷は、東端のトンムルン峠から真西へ向かって、ほぼ一直線に約 150km 伸び、谷幅は8から 25km、面積は約1700平方キロメートルである。 最低地点の標高は2240メートル、最高地点は3536メートルである。渓谷の北側には、新井山脈が、東西方向に一直線に並び、山脈を越えると、フェルガナボンチへと、なだらかに下る。渓谷の南側には、外新井山脈が、東西方向に一直線に並び、オネスジがタジキスタンとの国境をなしている。外荒井山脈には、 標高7134メートルのレイニン砲がそびえ立つ。新井渓谷の西部40キロメートルの部分には谷よりも丘が多い。東部にはトンムルーン峠があり、さらに進むとキルギスと中国との国境、イルケシュタム峠に通じる。イルケシュタムは分水海にもなっており、採業するキジルス側はイルケシュタムから、 ラ井渓谷の北側を所々で伏流となって流れる。なお、イルケシュタムから投降するキジルスー川はカシュガルまで流れる。なお、キシルスーとはキルギス語で赤い川を意味し、下水に赤い泥を含むことからその名で呼ばれる。西キジルスーがタジキスタンに流れ込む暗部には絡みく峠があり、キジルスー川はそこからバフシ川と名前を変える。バフシ川は、 南西の方角へと流れ、アムダリア側に合流する。谷沿いに A371 ハイウェイが走る。タジキスタンに抜ける西の峠は外国人の通行が許可されていないが、東側の中国への峠はオープンである。A371 はサリタ州で M41 ハイウェイと交差する。そこから M41 で北側へ向かうとオシュにつく。 南側へ向かうと、道が非常に悪くなるが、標高4280メートルの、キジルイコールアルト峠に至る。峠を越えると、タジキスタンのムルガブにたどり着く。荒井渓谷に住む人々の人口は、およそ1万7000人と見積もられており、そのほとんど全員が、キルギス人であるが、タジク人が集中する場所も少しある。当地を訪れた旅行者の報告によれば、 仕事がなく冬は厳しい。また農業には不向きな環境である。ここでの生活は非常に厳しく、成人男性のほとんどは当地を去って、よそで仕事を探すという。荒井渓谷内またはその周辺にある地名としては、次のものがある。アークスタム、ヌラ、セリー、タシュ、アチークタシュ、レーニンピーク、セリー、モール、キャシコス、ボードボ、カレカバック、ジャミン、 キルシン、キザレシュム、ダート、コーガン、チャック、ジャハーバシ、カーマック、アライ渓谷は古代のローマと中国を結ぶ東西通商路、いわゆるシルクロードの少なくとも一つであった可能性が指摘されている。ダイプリニウスの博物誌アプトレマイオスのゲオグラフィアには地中海世界から機能を産する国セリカエリクロで向かうルート上にギリシア語で リティノスピュルゴスがあるという記述がある。ゲオグラフィアの記載が曖昧なせいで、ゲオグラフィアが授業された地中海世界とイスラーム世界においては、このリティノスピュルゴスがどこなのか、そもそも実在するのか長らく謎であったところ、19世紀に至って世界が西欧列強の帝国主義による分割の時代を迎えると、最後に残された西洋人未踏の地であったパミール高原にも、 遠征探検隊が組まれるようになった。イギリスのヘンリー・ユールの説をに基づいて、荒井渓谷を探検したオーレルスタインは、荒井渓谷こそが、プトレマイオスが伝えた、東西通商路であって、荒井渓谷中のダラウトクルガンが、リティノスピュルゴスであろうと報告した。ありがとうございます。